エアバス A340 バージングアトランティック航空の A340 から300エアバス A340 はヨーロッパの企業連合であるエアバスインダストリー社が開発、製造した長距離路線向けのワイドボディ4発ジェット旅客機である。A340 はエアバス A300 由来の胴体を延長したワイドボディ機で低翼に配置された。 主翼下に4発のターボファンエンジンを装備する。尾翼は低翼配置、後着装置は前輪配置で、主翼間に中央足を持つ仕様もある。A340 シリーズには4つのモデル A340 から200、A340 から300、A340 から500、A340 か,から600が存在する。機体寸法や性能は各形式によるが、 巡航速度は、マッハ0.82から0.83で、全長は59.40から75.36メートル。全幅は60.30から63.45メートル。最大離陸重量は253.5から380トン。座席数は240席から440席、程度である。A340 は、総発のエアバス A330 と同時に、 正式開発が決定され、エンジン関係を除いて両機は最大限共通化された。A340 はエアバスが開発した最初の48機となったほか、48機と総発機の同時並行的な開発は航空技術市場において希少な取り組みとなった。また、A340 ではフライバイワイヤーシステムやグラスコックピットが導入され、操縦系統が 共通化されたエアバス機との間で、総合乗員資格が認められている。A340 シリーズの中で、A340 から200、300は、最初に開発された A340 の第一世代で、ある。A340 から200は、航続力を優先した、単動型。A340 から300は、収容力を優先した長動型で、 それぞれルフトハンザドイツ航空とエールフランスによって1993年に初就航した。その後、長距離路線に進出しつつあった、創発機に対抗するため A340 の第二世代として A340 から500-600が開発された。収容力増強型の A340 から600は、登場時点で世界最大の全長を持つ、 旅客機となり2002年にバージンアトランティック航空によって初就航した。航続力増強型の A340 から500は登場時において世界最長の航続距離性能を持つ航空機となりエミレーツ航空によって2003年に初就航した。2004年にはシンガポール航空が A340 から500を用いて シンガポールニューヨーク直行便を開設し民間航空路線として世界最長距離を記録した。その後、エアバスは新しい長距離機として A350XWB を開発し2011年に A340 の生産終了を発表した。A340 シリーズ全体での生産数は377機であった。A340 は 欧州やアジア、中東地域の航空会社を中心に運航され、ボーイング747ほどの収容力を必要と、しない、長距離路線を中心に就航している。2014年10月現在までに、A340 に関して5件の機体損失事故が、発生しているが、死亡事故は起きていない。本港では、以下、エアバス製旅客機及びボーイング製旅客機については、 社名を省略して数字のみで表記する。例えば、エアバス A300 であれば、A300、ボーイング747であれば、747と、する。1974年のファーンボロー、国際航空省で飛行する A、A300。A300 は、エアバスインダストリーが最初に開発した製品である。 米国の航空機メーカーに対抗するため、欧州の航空機メーカーは1970年12月に企業連合エアバスインダストリーを設立した。エアバスは最初の製品であるワイドボディ機 A300 の販売を軌道に乗せると、1978年に2番目の製品として、単中距離向けのワイドボディ機である A310 の開発を開始した。 A310 は検討段階では A300 バイト10と呼ばれていたが当時直期製品の候補として A300 バイト9、A300 バイト11とそれぞれ呼ばれた機体案も考えられていた b 9案は A300 の胴体延長版となる総発の中距離機でダグラス DC-10 や ロッキード L-1011 の市場に食い込むことを狙い B11 案は短めの胴体に新設計の主翼を組み合わせてエンジンを4発とする長距離型で707ヤダグラス DC-8 の後継機需要を狙っていたしかし当時のエアバスには複数の機種を同時開発できるだけの資金や人員がなく B10 案が A310 と命名され正式開発が開始された。一方で、b 級や B11 案は無期限に延期された。1980年になってエアバスは、SA と名付けられた、単通路機の研究を行っていることを明らかにした。同時に、ワイドボディ機の計画名には2通路を意味する、TA が付けられ、b 級案は、TAQ、B11 案は、 TA11 と名前を変えた。1982年のファーンボロー国際航空省の場で TA9, TA11 TA、そして新たに追加された TA12 の開発構想が発表された。TA9, TA11, TA12 案は何度か変更が加えられたが、概ね以下のようなものであった。しかし、この頃、第二次石油危機と景気交代により、 民間航空機市場は縮小していた。エアバスは1984年3月に SA 計画を A320 と名付けて正式開発を開始した一方で TA 計画の開発決定を先送りした。1980年代の中頃には TA12 案が取り下げられたが TA9 と TA11 案には改良が加えられ、 A320 と共通のフライバイワイヤシステムを導入し、A320 同様にサイドスティック方式の操縦席を搭載する計画となった。エアバス内部では、操発機の TA9 と4発機の TA11 のどちらを先に開発するか議論が重ねられた。離陸重量などの条件が同等だと仮定した場合、操発機には4発機よりも強力なエンジンを装備する。 必要がある。また、エンジンの信頼性が低かった時代に作られた規制により、双発機は、エンジン1機が停止した場合に60分以内に、着陸可能な飛行場があるルートしか飛行できず、大体飛行場の少ない中長距離の洋上路線では、3発機や4発機が用いられていた。 他方、双発機と比較した4発機のデメリットとして、機体のシステムが複雑で整備に手間がかかり、運用コストが高くつくことが挙げられる。エンジンの信頼性や性能が向上してきたことで、低コストの双発機を洋上路線で運行したいという、企業のニーズが高まっており、1985年には、イタップスと呼ばれる、双発機の長距離運行を認める要件が、策定されていた。 ただし、当時のイタップスでは、航路設定や、運航の自由度がまだ限られていたほか、認証を得るために、時間も要した。この当時、北米の航空会社は、コスト面で有利な創発機を好んだ。一方、長距離洋上路線を抱えるアジアの航空会社は、創発機のような制約のない四発機を必要とし、欧州の航空会社の意見は両者に二分されていた。 航空業界の意見が総発機と四発機に分かれていた中で、エアバスは TA9 と TA11 を同時開発する方向へ舵を切った。総開発費を抑制するため、両機の構成要素は最大限共通化するよう設計が進められた。2機を同時開発するメドが立ち、1986年1月にエアバスは TA9 と TA11 を それぞれ A330、A340 と命名した。なお、この両機の名称は、もともとは逆であった。エアバスは TA11 を先に開発する予定であり、A320 に続く新型機ということで TA11 を A330、そして TA9 を A340 としていた。しかし、4発機が A330 で、総発機が A340 では、顧客が料金を取り違えるという問題が指摘され、4発機が A340 に変更された。最初に A340 の発注の意向を示したのは、ルフトハンザドイツ航空で、1987年1月のことであった。その後、米国のノースウェスト航空も A340 の発注を決め、 1987年6月までに合計10社の航空会社から a 3 4 2 89機、a 3 3 2 41機の注文が集まっていた。開発を進めるのに十分な受注の見込みが立ったことで、エアバスはパリ航空省を控えた1987年6月5日、A340 と A330 の正式開発を決定した。 両機は、島行きとして同時に開発が決定されたが、市場調査の結果を踏まえ、A340 の開発作業を先行させることになった。正面から見た、ターキッシュエアラインズの A340 から300。A340 の胴体断面は、A300 に由来し、A330 とも同一である。スカンジナビア航空の A340 から300の右側面。 やや後方から見た、スイスインターナショナルエアラインズの A340 から300。フラップ全開状態エアバス A340 のウィングレット A340 と A330 は同一の胴体断面を持ち、尾翼を含めて、ビブも、共通、主翼も、エンジン取り付け部以外は、構造的に同じで空力学的に全く同じである。他、システムや、 コックピットもエンジン関係を除いて共通化された。四発機と双発機の同時並行的な開発というのは航空技術市場において希少な取り組みとなった。特に後退翼にパイロンを介してエンジンを装備する大型機で双発機と四発機で同じ主翼を用いるというのは前例がなかった。ここで時間を少し巻き戻して A340 の設計過程を詳しく見てみる。A340 がまだ TA11 と呼ばれていた頃から、機体案には何度か修正が加えられており、1985年の段階で長胴型と単胴型の2種類が提案されていた。長胴型は座席数が280で、航続距離が1万キロメートル、単胴型は座席数を240に減らして、 航続距離を 12000km に伸ばすという案であった。2種類の胴体案は、単動型の A340 から200と、長胴型の A340 から300として具体化された。最終的な仕様は以下のように決まったほか、姉妹機の A330 の胴体長は、A340 から300と同一とされた。A340 の胴体断面には、 A300、A310 と引き継がれてきたワイドボディ機の断面が用いられた。このため座席配置などは A300 と同様で内装設計は A310 のものが基本的に用いられた。LD-3 航空貨物コンテナを左右に並べて搭載できる床下貨物室も A300 と同様とされた。A340 の主翼は完全に 新設計となり、空力設計は、ブリティッシュエアロスペース社が担当した。空力的特性は、A310 の主翼のものを引き継ぎつつ、長距離飛行に適する要修正が加えられた。A340 と A330 で、最大離陸重量が同一だと仮定すると、 4発機でエンジンの重量が分散される A340 の方が主翼の付け根にかかる負荷が小さくなり強度的な余裕が生まれるそこで長距離向けで燃料を多く必要とする A340 にのみ胴体内に燃料タンクが増設されたほか重量増加に備えた膠着装置の増設も行われ A340 と A330 で主翼に必要な強度がほぼ等しくされた。A340、A330 は主翼下にパイロンを介してエンジンを装備する方式であり、エンジンとそのカウリングの重量、位置、空力特性などが主翼の構造や空力形状の設定に深く影響するため、共通化には高い技術が求められた。エアバスはコンピュータを用いた。 京都計算、空力設計と、風洞実験を組み合わせることで、翼型、翼圧比、取付角などを緻密に検討し、エンジン取り付部を除いて、A340 と A330 の主翼は、実質的に共通化された。その他、設計当初から、主翼の翼端には、燃費性能を向上させるウィングレットが備えられた。 A340 の主翼の平面型は A300 と比べて服、翼幅抗体格、アスペクト比のいずれもが拡大された。主翼の抗体格はこれまでのエアバス機で最も大きい30度となった。A340 と A330 では、尾翼も共通化された。垂直尾翼は A310 のものが、ほぼ流用され、生産の共通性が維持された。 水平尾翼は新規設計となり、一時構造部材にも炭素生意強化プラスチックが取り入れられた。A310 と同様に水平安定板内には燃料タンクが設けられ、主翼や尾翼のタンク間で燃料を移動させて、機体の重心位置を制御するシステムが採用された。クウェート航空の A340 から300。 左右の主翼の付け根に主脚が、その間の胴体中央に、中央足が配置されている。機体の大型化、重量増加に合わせて、膠着装置を強化するため、主脚が新たに設計され、大型化したほか、胴体中央部に二輪式の中央足が、オプションで用意された。前足については、主脚と比べて負荷が小さいため、 製造の共通性やコスト抑制の観点などから A310 のものが流用された。中央客以外の膠着装置は A340 と A330 とで共通化された。A340 のエンジンには A ベイビー独位5カ国のエンジンメーカーによる国際合弁会社のインターナショナルエアロエンジンズ社が V2500 スーパーファンを提案していた。 スーパーファンは A320 で採用されていた V2500 エンジンのコアを用いつつ減速ギアを介した大型ファンの駆動といった新技術の導入により非常に大きなバイパス比を実現し燃費性能を15ないし20%も向上させるという画期的なエンジン構想であった。ただ、スーパーファン計画が いやえ社から発表されたのは1986年7月で、形式名が A340 と決まった段階では、試作機どころか、モックアップすら存在しなかった。開発が始められたばかりのスーパーファンの採用を不安にしする意見もあったが、ルフトハンザドイツ航空やノースウェスト航空など、A340 の発注を決めた航空会社は、その性能に期待をかけていた。 しかし、心配された通り技術的課題を解決できず、開発は行き詰まり、いやえ社は1987年4月に、スーパーファン構想の無期限延期を発表した。スーパーファンの開発が事実上打ち切られたことから、A340 のエンジンは、A320 で採用されていた、もう一つのエンジンである、CFM インターナショナル社の CFM56 から5。 シリーズ1種類に絞られた A340 の操縦系統にはエアバスが A320 で実用化したシステムの発展型が用いられたこのシステムでは全ての操縦翼面にフライバイワイヤー方式が導入され A340 はフライバイワイヤー方式を用いた史上初のワイドボディ機となったこのシステムは 基本的に A320 のものと同じだが A340 の機体構造や性能に合わせた飛行特性が調整や改良が行われた。コックピットも A320 と基本的な設計は同じで6面のブラウン管ディスプレイに各種情報を表示するいわゆるグラスコックピットであり従来の操縦管の代わりにサイドスティックを用いるのも A320 と同様である。 A340 のコックピット配置は、エンジンのスロットルレバーを除いて、A330 のものと事実上共通過された。エンジンの数とそれに伴う、非常時の対処以外、A340 と A330 の操縦操作は、基本的に同じであり、相互乗員資格と呼ばれる、資格制度が認められた。これはいずれかの機種の操縦資格を持つ、操縦士は、 短期間の訓練でもう一方の操縦資格を得られるという制度で特に A340 から A330 への転換訓練は1日とされた。また、コックピットの配置が基本的に同じ A320 ファミリーとの間でも CCQ が適用された。A340 と A330 の開発作業では試作機の製造も A340 が先行した。 A340 の生産はそれまでのエアバス機と同様に国際分業体制が取られ参加各国でパーツを分担して製造し最終組み立てはフランスのトゥールーズで行われたトゥールーズには新たな大型機 A340、A330 を組み立てるための施設が新設され最終組み立て工程の一部にはロボットが導入された 生産においても A340、A330 の共通性は極めて高く、同一ライン上で両機の組み立てが行われた。A340 の1号機は A340 から300であり、1991年10月4日にトゥールーズで完成披露式典が行われ、その年の12月25日に初飛行した。A340 から200の初号機となったのは、 通算4号機で、初飛行は1992年4月1日であった。飛行試験には A340 から300が4機、A340 から200が2機の計6機が投入された。飛行試験ではいくつかの問題が見つかり、設計の修正が行われた。高速性を確認する試験では、計画値よりも大きな抵抗があることが分かった。原因調査によって、 主翼付け根側の第一スラットが関係することが判明し、このスラットの翼延長を増やすことで解決が図られた。このため、主翼前縁はエンジンパイロンの取り付け部と内側のスラット部にわずかな段差がついた。また、飛行試験の一つである間効化試験では、主翼でバフェットと呼ばれる振動が想定より強く現れ、 目標速度としていたマッハ0.93に到達できなかった。原因を解析したところ、外側エンジンのパイロンで気流が乱れることでこの振動が発生し、主翼のねじれ変形が事前の想定よりも大きかったことで症状が悪化していることが分かった。この問題を解決するために、パイロン付近の主翼仮面に気流を整える突起が、 追加され、後に最終的な対策として主翼のねじれ特性を改善するよう設計が変更された。ルフトハンザドイツ航空の A340 から200が着陸したところ、スラストリバーサーを展開している。問題への対処を行いつつ、1992年末までに、延べ2400時間、750回の試験飛行が行われた。 1992年12月22日に欧州の合同航空当局から A340 から200-300の両形式に対する最初の形式証明が交付された。翌1993年2月2日に A340 から200の初引渡しがルフトハンザ航空に対して行われた。続いて同月26日には A340 から300の初引渡しがエールフランスに行われ、この時の機体はエアバスの生産機としてちょうど1 0 0機目でもあった。また、この年の5月27日には、米国の連邦航空局の形式証明も取得した。エールフランスの A340 から300。A340 から200の初就航は1993年3月15日。 ルフトハンザ航空のフランクフルトニューヨーク線であった。同月29日にはエールフランスによってパリとワシントン DC を結ぶ路線で A340 から300が初就航した。1990年代には A340 の納入はおおむね年に20機から30機というペースで進められた。A340 の運航会社は 欧州の航空会社を中心に広がり、747ほどの収容力を必要としない、長距離路線を中心に、747や DC-10 の後継機として投入された。1995年7月までに、欧州では、エールフランス、ルフトハンザ航空、オーストリア航空、TAP ポルトガル航空、トルコ航空、バージン、アトランティック航空が、 A340 を導入していた。ランカエアの A340 から300。同社はアジアで最初の A340 運航者となった。アジアで最初に A340 を導入したのはエアランカでキャセイパシフィック航空がそれに続いた。日本の航空会社では1990年に全日本空輸が5機を発注していたが、 1995年1月に機体の受領を2000年以降に延期することが発表され、最終的に注文はキャンセルされた。米国では1992年にノースウェスト航空が経営状況の悪化により A340 の発注をキャンセルしており、その後も A340 を導入する航空会社は現れなかった。その他の地域では 1995年7月までに、モーリシャス航空、クウェート航空、バーレーンのガルフエア、そして、エアカナダが、A340 を導入していた。エアバスは、A340 から200、マイナス300ともに、最大離陸重量の段階的な引き上げを行い、航続力の向上が図られた。一方、A340 のエンジン水力は、 最大でも1 5 1トンで、当時ライバルとされた、マクドネルダグラス MD-11 などと比べると、余剰水力が小さく、上昇性能が劣っていた。A340 の巡航速度は、マッハ0.82であり、マッハ0.85以上の巡航速度を持つ747や MD-11 と比べて遅く、A340 が就航するような長距離路線では、 速度の遅さにより所要時間に大きな差がついた。また、これら複数の機種が混在して運行されている路線では A340 が747や MD-11 に追いつかれるケースが頻発し、航空会社からクレームが続出したことで、巡航速度に応じて飛行ルートを分離する措置が取られた。 並走するスイスインターナショナルエアラインズの A340 から300と A330 から300。島行きの A330 は A340 から約1年遅れて1992年11月に初飛行に成功し、1993年10月に形式証明を取得して1994年1月に初就航していた。 長距離は4発機、短中距離は、双発機という墨分けを提示したヤバスだが、航空会社はより航続距離が長い双発機を求めるようになっていた。1995年6月には、ボーイングによって開発された新型の、双発ワイドボディ機777が、路線就航を開始した。777は双発ながら優れた、航続性能を持ち、 A340 から200に匹敵する 14000km という、航続力を持つ発展型の登場も予定されていた。1995年11月には、エアバスも、総発の A330 の胴体を短縮して、軽量化し、その分燃料搭載量を増やすことで、航続性能の向上を図る、A330 から200の開発を決定した。また、 イタップス制度の拡充により、総発機の運行可能範囲が拡大し、総発機が A340 の市場を侵食しつつあった。このような状況で、エアバスは777に対抗でき、747初期型の後継需要も狙える機体として、A340 の一層の大型化、長距離化を検討し、1996年4月に、 本格的な研究作業を開始した。詳細設計を続けたエアバスは、超長距離型の A340 から500並びに、長動型の A340 から600を開発することを決断し、1997年6月15日に、パリ航空省において、正式発表した。第二世代となるにモデルの期待案は、以下の通りであった。 この新型機計画に対し、まず、バージンアトランティック航空が A340 から600、エアカナダが A340 から500、マイナス600両機種を発注する意向を示し、続いて、エジプト航空とルフトハンザ航空も A340 から600の発注を決めた。これら4社がローンチカスタマーとなり、エアバスは 1997年12月8日に、正式に A340 から500-600を開発することを決定した。2モデル同時の開発決定であったが、開発作業は A340 から600を先行させ、A340 から500は、半年遅れで作業を行うこととされた。A340 シリーズで最長の胴体長となった。 A340 から600。A340 から500での設計変更点を示した概略図。前方胴体を0.53メートル延長。中央胴体を1.6メートル延長。後部胴体を1.07メートル延長。エンジンを RR 製、トレント5 0に変更。主翼の前縁側に構造体を挿入。翼端部の延長とウィングレットの変更。 A330 から200の垂直尾翼を0.5メートル短縮して、流用、水平尾翼の再設計による大型化。A340 から500、マイナス600では、胴体の延長、主翼と尾翼の大型化、エンジンの変更、膠着装置の強化などが行われた。A340 第2世代の胴体は、A340 から200、マイナス300と同じ。 断面が使用された。胴体長は A340 から300と比べて A340 から500では3.2メートル、A340 から600では10.6メートル、延長された。A340 から600の全長は75.36メートルで、世界で最も全長の大きい旅客機となった。主翼は全くの新設計ではなく、 第一世代の主翼に対して、追加構造体を挟み込むことで、翼弦方向を拡大する方法が取られた。また、翼端部分の延長とウィングレットの見直しも行われた。これらの主翼の変更によって、翼面積が約1.2倍に拡大、翼幅が3.15メートルに伸び、交体角が31.1度に増えたほか、アスペクト比と翼厚比が減少した。 胴体の延長に伴い垂直尾翼と水平尾翼も大型化された。主翼の大型化に伴い主翼内の燃料タンク容量が拡大したほか、超長距離型の A340 から500では胴体内にもタンクが増設された。機体全体での燃料容量は A340 から300比で A340 から500が52%。 A340 から600が38%増大した。最大離陸重量も引き上げられ、A340 から500は、標準航続距離が 16,057km に達し、世界最長の航続距離性能を持つ航空機となった。エアカナダの A340 から500。A340 第二世代では、胴体中央部の中央足が四輪式に強化された。 他、エンジンが、RR 社のトレント500シリーズに置き換えられた。エンジンは、水力の大きいロールスロイス社のトレント500シリーズに置き換えられた。A340 から500、マイナス600は、エアバスの旅客機として、初めて RR 社のエンジンのみを装備する機種となった。主翼の変更やエンジン水力の増加によって、 飛行性能が向上し、巡航速度はマッハ0.83に引き上げられたほか、上昇性能も向上した。重量増大に対応するため、中央足が標準装備になり四輪式に変更された。同時に機体の軽量化のため、構造部材の一部に新しいアルミニウム合金が導入されたほか、複合材料の採用範囲が一段と拡大され、 後部圧力隔壁や胴体の縦通り材にも CFRP が採用された。コックピットは第1世代と全く同じレイアウトだが、ディスプレイがブラウン管から液晶ディスプレイに変更され、これは A340 から200-300にもフィードバックされた。胴体の延長に合わせ操縦系統のソフトウェアに若干の修正が加えられた。 客室の設計は、基本的に A340 から200、300と同じだが、オーバーヘッド瓶が改良され、容積を拡大しつつ、圧迫感の低減が図られた。胴体の延長に伴い貨物室も大きくなり、標準仕様での LD-3 コンテナの収容数は、A340 から500が30個、A340 から600が42個となった。 また、そこまでの貨物収容力を必要としない、航空会社向けに床下に配置できる、旅客用の化粧室区画や乗務員の休憩用区画といったモジュールも開発された。A340 第2世代の製造都市試験は、A340 から600が先行し、2001年4月23日に、A340 から600の1号機が初飛行した。 A340 から600の1号機と2号機は、開発試験と、形式証明取得のための試験に使用され、3号機は、完全な旅客用設備を備えて、客室関係の試験や寒冷地試験、路線実証試験などに充てられた。A340 から600の試験が始まると、ペイロードや航続距離性能が、計画値に達しないという問題が明るみに出た。 問題の主な原因は、機体重量が、設計時の想定を上回っていたためであり、特に、ベーシステムズ社が設計、製造を担当した主翼に起因するとされた。この問題は、開発途中から指摘されていたものの、主翼の空力性能の向上によって相殺されると、期待され、製造、試験が開始されていた。結局、 主翼の構造などを見直すことで重量の軽減が行われ、一時的に開発機の製造が当初、計画よりも1ヶ月遅れることになったが、問題の解決とともに、スケジュールも見直され、エアバスでは影響は最小限で抑えられたとしている。また、A340 から600の初期の飛行試験では、乱気流の中を飛行すると、胴体前方の乗り心地が悪くなる問題が、 指摘されていたが、後に振動を抑制するようコンピュータが自動的にエルロンや方向打を操作するように改良が行われた。A340 から600は2002年5月21日に JAA の形式証明を取得、同年7月26日にバージンアトランティック航空に対して最初の納入が行われた。 A340 から500の1号機は A340 から600の証明が交付される前の2002年2月11日に初飛行した A340 から500の形式証明のための試験には当初は2機を用いる予定であったが先行していた A340 から600の試験が順調に進んだことと A340 から500-600の 共通性が認められたことから、実際に試験に使用されたのは1号機のみだった。A340 から500の試験は、同形式に、固有の項目を中心に行われ、A340 から600の証明取得から約、半年後の2002年12月3日に、JAA から、形式証明が交付された。A340 から500の、初引き渡しは2003年の初めに、 エアカナダに対して行う予定であったが、エアカナダの経営状態の悪化により延期され、結果的に最初の納入は、2003年10月23日にエミレーツ航空に対して行われた。バージニアトランティック航空の A340 から600を下から見上げる。離陸して、降着装置を格納中。 2002年8月1日、バージニアトランティック航空のロンドンニューヨーク線で A340 から600の路線就航が開始され、続いて同社のロンドン東京線にも投入された。A340 から600の運航車第1号となったバージンアトランティック航空では、新型機の導入初期に特有の様々な問題に見舞われ、 運行を開始した年から翌2003年にかけての出発信頼度は十分な水準に達しなかった。エアバスや RR 社は燃料供給システムやエンジン関係、ギャレー設備、客室のエンターテインメントシステムなどの問題解決に取り組んだ。エアバスはサポート体制の拡充にも努め、 バージンアトランティック航空に派遣していた技術サポートチームの刷新も行われた。A340 から600の2社目以降への引き渡しまではかなり時間があったこともあり、その後の運航会社では問題は軽減された。A340 から600は A340 から200-300を運航していた航空会社を中心に受注を集め、主に 747で運行していた長距離路線の増強や機材置き換えといった形で導入されたエミレーツ航空の A340 から 500A340 から500の路線就航は2003年10月最初の機体を受領したエミレーツ航空によって開始され同年12月1日には同社は A340 から500を用いて 飛行時間14時間というドバイ市ドニー間の直行便を開設した。2004年にはシンガポール航空が A340 から500を用いてシンガポールロサンゼルス直行便、シンガポールニューヨーク直行便を相次いで新設した。両路線は開設時において民間航空の直行便として世界最長の路線距離を記録し、特に シンガポールからニューヨークへ向かう便は、距離が約 16,600km、所要時間が19時間近くに及んだ。2005年の前半までに、A340 から500、マイナス600は、欧州、中東、アジア、アフリカ、そして、北米の合わせて9の航空会社で導入された、他政府専用機としても採用され、運用数は58機になった。エアバスは、 運航会社から寄せられた前述の問題への対応のほか、各部の設計にも修正を加えており、翼道フェアリングの改良などが行われた。また、最大離陸重量の引き上げによって、航続力の向上も図られ、A340 から500の航続距離は 16,668km にまで伸びた。収容力。 後続力ともに第一世代を上回る A340 から500マイナス600の生産引き渡しが本格化すると A340 の発注は第二世代機に集中した第一世代の中でも A340 から200には注文が集まらず第二世代の開発決定と重なる1997年12月に初飛行した機体を最後に 同モデルの生産は途絶えていた。A340 から300は、第2世代の登場後も生産、納入が続いたが、2008年9月に初飛行した、機体が、最終生産機となった。2000年代の前半から中盤にかけて、A340 はシリーズ全体で毎年おおむね20機、以上の納入を続けたが、2007年以降は、納入数が10機台に落ち込んだ。 ボーイングは、総発機777の航続力を強化した、発展型として777から 300ER と777から 200LR を相次いで開発し、それぞれ2004年5月、2006年3月に、路線就航を開始していた。777から 300ER は3クラス編成での、座席数が381席。 航続距離が 14,490km で A340 から600に匹敵する収容力と航続力を持っていた。777から 200LR については航続距離が 17,395km と A340 から500を上回り A340 から500は世界最長の航続距離性能というタイトルを失った。 イタップスの段階的な改定により、総発機の運航可能範囲は拡大を続け、世界中どの路線でも総発機による運航が可能とまで言われる状況となった。また、改定議論の過程では、エンジンの信頼性や性能が向上したことで、代替飛行場まで飛行時間の上限を決定する要素として、医療設備や消火装置といった装備品が重視されるようになった。 FAA は2007年に新ルールを発表し、それまで大体飛行場までの飛行時間に規制がなかった3、発機や4発機に対しても消火設備や酸素、供給装備などをもとに制限を行うことが決まった。777から 200LR が長距離飛行の世界記録を達成した2005年度の受注数は、 777が118機だったのに対し A340 は14機であった。エアバスは A340 から600の巡貨物型の提案も言ったが発注を得られず計画は棚上げされた。また、2005年にはエアバスが開発を検討中だった A350 の設計を取り入れると同時に新型エンジンを採用して、 性能の向上させた A340 の発展型の研究を行っていることが報じられた。その後、エアバスは A350 の開発計画を一新することになり、2006年12月1日に新型の創発機 A350XWB ファミリーの開発を正式に決定した。最新技術を取り入れて運行経済性を向上させた A350。 XWB の計画が発表されると、中でも A350-1000 は、収容力や、航続力が A340 から600と、ほぼ匹敵することから、顧客の興味は A340 から離れていった。エミレーツ航空や、バージンアトランティック航空など、納入待ちの A340 について、注文をキャンセルする航空会社も現れた。 2011年11月10日、エアバスは A340 の全タイプについて受注を打ち切り生産を終了すると発表した。満を持たして開発された A340 代に世代だが、販売数はエアバスが期待したほど伸びず、A340 から500が34機、A340 から600が97機の計131機にとどまった。 A340 シリーズ全体での生産数は377機で、後から登場した777の1、3程度であった。2013年には、エアバスも A340 から600の運行経済性が777から 300ER と比べて劣っていることを認めており、4000回りの路線を飛行した場合、A340 から600の方が、 燃料消費量が12%多くなるとしている。A340 は結果的に燃費性能に優れた競合機に敗れた形になったが A340 と A330 の開発はエアバスがボーイングとの全面的な競争に突入するきっかけの一つとなっていた。 A340 の開発において、姉妹機の A330 だけでなく小型双発機の A320 とも各種システムを共通化するという製品戦略を取ったことで、エアバスは開発費を数機種で分散させ、全くの新規開発となり、開発のコストやリスクが高かった小型の A320 にも、先進的なフライバイワイヤーシステムや完全なグラスコックピットを導入できた。 エアバスは1988年に A320、1993年に A340、A330、A321 と相次いで新型機能の納入を開始し、短距離向け小型機から長距離向け大型機までを製品ラインナップに持つ旅客機メーカーとなった。1980年代前半まで民間航空機市場におけるエアバスの視野は、 納入機数で20%に届くか届かないかだったが1999年に初めて受注機数でエアバスがボーイングを上回り2003年には受注機数、納入機数ともにエアバスが世界主位の座に立ったリージョナル機を除く民間航空機分野はエアバスとボーイングの河川状態となりエアバスはボーイングと互角の競争をなすまでに成長した 上から見下ろした、キャセイパシフィック航空の A340 から600。A340 は、客室内に通路を2本持つワイドボディ機で、型持ち式の主翼を低翼位置に配した、単容機であり、主翼下にターボファンエンジンを4発備える。水平尾翼は低翼に配置され、胴体尾部には、補助動力装置として、ガスタービンエンジンが内蔵されている。膠着装置は、 前輪式配置であり、使用によっては、中央足を備える。第一世代となる A340 から200、マイナス300は、姉妹機の A330 との共通性を最大化するように設計された。後に開発された第二世代となる A340 から500、マイナス600では、胴体の延長、主翼や、尾翼の拡大。 エンジンの変更などの改良が行われた。A340 の胴体断面には A300 で開発された直径5.64メートルの深円断面の設計がそのまま用いられ、胴体長を伸ばすことで収容力が増やされた。A340 で最も胴体が短いのは A340 から200で全長は59.4メートルである。 形式名の数字が大きくなるほど胴体長も長くなり、最も胴体が長い A340 から600は、全長が75.36メートルと747から8が完成するまでは、世界で最も全長の大きいジェット旅客機であった。長い胴体を持つ A340 から500、マイナス600では、地上でのタキシング時の操縦に注意を要することから、 パイロットの操縦を支援するため、垂直安定板の上部にカメラが設置され、操縦席のディスプレイに画像を表示する機能が追加された。下から見上げた試験飛行中の A340 から600。A340 の主翼は、テーパーが付いた後退翼で翼端にウィングレットを有する。翼平面形の主なパラメータは表位置の通りで、 1> 第1世代と第2世代とでサイズが異なる。747から200と比べると、ほぼ同じ翼服で、翼面積は3分の2程度であり、アスペクト比が大きい翼である。主翼の翼型は、基本的に前半部が厚く後半部は薄いが、胴体側の付け根から翼端まで、連続的に変化している。特に、外翼では、 後半部が大きくえぐれたような形をしており、これはリアローディングと呼ばれる翼の後半でも揚力を発生させられる翼型の工夫である。第一世代の主翼について最大翼圧を翼弦長で割った翼圧比を見ると連続的に細かく変化しており、 翼の付け根の15.25%が最大で、内翼部と外翼部の境では11.27%、外翼部の端で9.86%、ウィングレット部で10.60%、平均で12.8%である。これらの主翼の特徴は、主翼内の燃料タンク容積を最大化する設計だと推定されている。第二世代の主翼は、 全くの新設計というわけではなく、第1世代の主翼構造の前桁と前縁との間にテーパーがついた追加構造体を差し挟むことで、翼弦方向が拡大された。また、第2世代の主翼では、翼端側が延長されたほか、ウィングレットがわずかに大型化され取り付け角も変更されている。 主翼の拡大により、翼内の燃料タンク容積が第一世代と比べて38%増えている。主翼の動力は、高揚力装置、エルロン、スポイラーで構成され、両世代の間で寸法などに違いはあるものの、枚数や配置は同じである。高揚力装置の配置は、前円にスラットが7枚、後縁にフラップが2枚である。 スラットは翼端に向かってテーパーが付けられているほか、胴体側の1枚と残りの6枚とで駆動系が分けられている。フラップは1枚式で比較的簡素なファウラー型フラップである。エルロンは公園の翼端側にのみに分割されたものが配置され、内原則には高速用エルロンを持たない。フライバイワイヤの導入によってエルロンは本来の役割に加えて離着陸時には フラップの役割、着陸後は、グラウンドスポイラーの役割も果たすように制御される。スポイラーは6枚はあり、エアブレーキとグラウンドスポイラーとしての役割を持つほか、外側の5枚は、ロール操縦にも用いられる。尾翼についても第1世代と第2世代では異なり、第2世代では大型化されている。 1> 第1世代の水平尾翼は A340、A330 用に新規設計されたもので、可動式の水平安定板と1枚の昇降打で構成され、翼幅は19.4メートルである。第1世代の垂直尾翼は A310 のものに若干の補強が加えられたが、生産ジ具は同じものが用いられた。 垂直安定版と一枚の方向打で構成され、高さは8.3メートルである。小型の A310 と同じ垂直尾翼は、大型機の A340 では、相対的に、小さいことになり、エンジンが一気停止して、左右の水力のバランスが崩れた際に、それを打ち消すだけのモーメントを、方向打で発生させるのに、若干の時間を要することになる。エアバスでは、 操縦システムで、これに対応しており、エンジンが停止した場合に、主翼のスポイラーやエルロンを自動的に制御して、モーメントを調整する機能が搭載されている。第2世代の水平尾翼は、再設計されて第1世代よりも面積が拡大され、翼幅は22.39メートルである。第二世代の垂直尾翼は、a 百三十から二百用に開発された尾翼の、 高さを0.5メートル短縮したものが用いられ、第1世代のものより0.5メートル高い。水平尾翼の方向だと垂直尾翼の昇降だは、第2世代でも、それぞれ一枚式である。両世代ともに水平安定版の内部には、燃料タンクが設けられ、主翼タンクとの間で燃料を移動させ、機体の重心位置を制御するシステムが搭載されている。このシステムは、 A310 で実用化されたものと同様のもので、機体姿勢を維持する際に発生する、トリム効力を抑制することができる。膠着装置は、機種部に前足、左右主翼の付け根に主脚が配置されているほか、使用によって、胴体中央部に、中央足を備える。A340 シリーズ全体で共通して主脚は四輪、ボギー式で内側への引き込み式。 前足は二輪式で前方に格納される。前足は A300、A310 の設計がそのまま用いられた。主脚は A340、A330 うに新規設計されたもので、機体の大型化に対応して客中が延長されている。このため、地上では前足より主脚が高くなり、やや機種が下がった姿勢をとる。中央足は、 A340 から200、マイナス300では、オプションであり二輪式で後方へ引き込まれる。重量が増加した A340 から500、マイナス600では、中央足は、標準装備となり、四輪式に強化され、引き込み方向が、前方に変わった。また、この中央足には、機体の動きに合わせて、自動的に向きを変えるように、走行機能が追加された。主脚と、 第二世代の中央足にはアンチスキッド機能付きのカーボンディスクブレーキが装備されている。スイスインターナショナルエアラインズの A340 が離陸する様子。ロッキングボギー機構により主脚の後輪のみが設置している。胴体が長い機体では胴体後部が地面に接触しないよう離陸時の引き起こし角に制限があるが引き起こし角は大きい方が 離陸性能が向上する。そこで、エアバスでは、ロッキングボギーと呼ぶ主脚を開発し、A340、A330 で採用した。この方式は、ボギー式の車輪とストラットの組み合わせにより、主脚前側の車輪だけを持ち上げて、可能な限り後ろ側の車輪を滑走路に設置させる、ものであり、これにより機体引き起こし角を大きく取れるようになった。 ロッキングボギー主客での引き起こしでは、設置している後輪が支点となり大きな荷重がかかるが、一方で引き起こし角が大きくなることで主翼の揚力も大きくなるため、実際に車輪にかかる負担は増大しないとエアバスは述べている。レーダーや通信機器といった電装品、座席やギャレーなどの内装品、そしてエンジンを除いた A340 の 構造材料の構成は、重量比で金属が80%、複合材料が18%、その他の材料が残り2%である。金属の中で、使用比率が最も高いのは、アルミニウム合金で全体の67%、続いて鉄鋼が7%、シタン合金が6%である。A340 の第2世代では、胴体外反や配管に、 新しいアルミニウム合金が採用されたほか、複合材料の使用部位が拡大されている。A340 に使用されている複合材料には、炭素繊維強化、プラスチック、アラミド繊維強化、プラスチック、ガラス繊維強化プラスチックが挙げられ、主な使用部位は以下の通りである。また、スーパープラスチック成形と拡散接着と、それぞれ呼ばれる2つの新技術が、 機体製造工程の一部に採用された。ルフトハンザドイツ航空の A340 から600のコックピット。座席正面には操縦管がなく、サイドスティックで操縦する。左右の操縦席の正面に、それぞれ2機、中央に縦に2機のディスプレイが配置された、グラスコックピットである。中央下の画面には垂直安定板から見た、カメラ画像が表示されている。 A340 のコックピットはシリーズ全体で共通のレイアウトであり運行に必要な操縦士は機長と副操縦士の2名であるこのレイアウトは A320 で開発されたものを踏襲しており姉妹機の A330 とはエンジンのスロットルレバーを除いて実質的に同一である操縦席の正面には操縦管がなく 各操縦席の窓側にあるサイドスティックによってピッチとロールの操縦を行う。前面には6面のカラーディスプレイが配置され、いわゆるグラスコックピット化されている。このディスプレイには A340 から200、300の登場時はブラウン缶が用いられたが A340 から500、600の開発時に 液晶ディスプレイに置き換えられ、後に A340 から200-300でも LCD に変更された。A340 の操縦系統は A320 のフライバイワイヤー操縦システムを基本に A340 の機体に合わせた変更や改良を加えたものである。このシステムでは操縦士がサイドスティックや ラダーペダルを操作した情報は飛行制御コンピュータに入力される。飛行制御コンピュータが計算した指令位置は電気信号によって格動翼へ伝えられ、油圧アクチュエータによって動翼が駆動される。パイロットによる操縦中であっても、コンピュータは機体にかかる荷重や速度が許容値を超えたり失速したりしないよう計算した上で格動翼を制御する。 A342 は5台の飛行制御コンピュータが搭載され、このうち3台がプライマリーコンピュータ、残り2台がセカンダリーコンピュータと分けられている。プライマリーコンピュータとセカンダリーコンピュータは異なる。ハードウェアロジックを持つためソフトウェアも別々であり、高い冗長性を持つようシステムが設計されている。また、 水平安定版と方向打についてはバックアップとして、機械式の操縦系統も備えている。A340 シリーズの操縦資格は前形式を通して共通であり機種転換訓練は必要ない。コックピットレイアウトやシステムが共通化されているエアバス機では、相互上位資格精度が設定されており、A340、A330 の姉妹機を はじめ小型の A320 から大型の A380 まで、いずれかの機種の操縦資格を持つ操縦士は短期間の転換訓練で多機種の資格を取得できる。CC 級による転換訓練の期間は A340 から A330 では1日、A330 から A340 では3日間であるほか、A320 ファミリーから A340 へは9日間、A340 から A320 へは8日間とされている。A340 から A330 への訓練期間に対し、A330 から A340 への訓練期間が長いのは、総発機から4発機のシステムへの転換となり、学習することが多くなるためとされている。A340 から600の客室内装の例、 カタール航空の A340 から600の機内。上からエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラス、ファーストクラス乗客用のラウンジ。A340 は A300 と同じ胴体断面を用いたため、座席の配列などは基本的に A300 と同じである。客室の扉配置は左右対称で、乗降用ドアは客室最前部、最後部。 主翼の前方部に一組ずつである。非常口は A340 から200、マイナス300、マイナス500では、主翼後方の左右一箇所ずつ A340 から600ではそれに加えて、主翼上にも左右一箇所ずつ配置されている。客室内には通路が2本配置され、標準的なエコノミークラスの座席配置は2から4から2の8アブレストで、 間隔を詰めて3から3から3の9アブレストにすることも可能である。座席配置、ギャレーそして化粧室の配置は航空会社の要望に応じて柔軟に配置や使用を取ることができる。エアバスが提示している座席例ではファーストクラスが2から2から2の6アブレスト、ビジネスクラスが2から3から2の7であるが、スイスインターナショナルエアラインズや大国際航空の ように、ファーストクラスにフルフラットシートを導入して1から2から1の4アブレストとする航空会社やビジネスクラスを2から2から2の6アブレストとする航空会社もある。その他、シンガポール航空が世界最長路線に用いた A340 から500ではエコノミークラスを廃止して全席ビジネスクラスとして運行された。 A340 は長距離専用の機材として導入する航空会社が多かったことから3クラスの座席配置を採用する事例が目立った。その一方でビジネスクラスの高級化を進めてエコノミーとビジネスの2クラス構成で運航する航空会社も珍しくなくなった。2クラス化を進めている航空会社ではビジネスとエコノミーの中間となる プレミアムエコノミーを追加して実質3クラス構成として運行している航空会社も多くなっている A340 第1世代の客室内装は基本的に A310 の設計が用いられ左右と中央の座席上にはオーバーヘッド便が配置されている室内空間に目新しさはなかったが新しいエアコンディショナーが装備されて 室内の静粛性が向上されている。第二世代でも基本的な座席配置などは変わらないが内装が改良されて LED 照明や新しい座席用エンターテインメントシステムが採用されたり容積を拡大しつつ圧迫感を抑えたオーバーヘッド瓶が使用されたりしている。中央列のオーバーヘッド瓶は固定式の標準品のほか ピボット式で開閉時のみ下がってくるタイプも選択可能なほかファーストクラスやビジネスクラスでは中央列には瓶を設置せず天井口を高く取ることも可能である。床下の貨物室は主翼を挟んで前後に区画に分かれており、いずれも LD-3 航空貨物コンテナを2個並列に搭載可能である。さらに最後部には、 バラ積み貨物用の区画が設けられている。貨物室の扉は右辺にあり、コンテナを搭載可能な前方、後方貨物室には、外開き式の大型扉、バラ積み貨物室には、内開き式の小型の扉が設けられている。エアバスでは、コンテナ規格に形状を合わせて、床下貨物室に搭載できる、追加中央タンクというものを開発しており、 A340 から200、マイナス300ではアクトを装備可能な仕様も設定された。A340 から500、マイナス600ではアクトの設定はなくなったが、床下貨物室に旅客用の化粧室、乗員用の休憩室の他ギャレーなどを設置可能にするモジュールが用意されている。これらのモジュールを採用することでメインデッキの空間に余裕が生まれ、 座席数を増やしたり、ラウンジなどを設置することが可能となる。この床下貨物室の化粧室配置を実際に採用したのは、ルフトハンザ航空の例があり、他にほぼ類を見ない。A330 と A340 の座席数と航続距離。縦軸がサンクラス構成時の座席数、横軸が航続距離である。 遠隔説で述べた通り、A340 の第一世代と A330 は、姉妹機として同時に正式開発が決定され、両機の構成要素は、最大限共通化された。両機の間では、胴体断面は同一で、微部も微翼を含めて共通である。主翼も、エンジン取り付け部以外は、構造的に同じで空力学的に全く同じである。 A330 のエンジンは A340 でのうち、翼側のエンジンに当たる位置に取り付けられている。エンジン取り付け部の主翼前縁にはスラットがなく、固定の前縁となり、A340 では片側2箇所、A330 では1箇所が固定部となる。また、膠着装置も中央足を除いて A340 と A330 で同一である。 操縦系統やコックピットも基本的に共通で違いはエンジンに関する部分であり A340 ではエンジンのスロットルレバーの数が4本 A330 では2本である A340 と A330 の各形式で比較をすると A340 から300と A330 から300では胴体長まで同じであり 違いは、エンジンの数に関連するものだけである。A340 から200と A330 から200は、共に単動型として開発されたが、胴体の長さは A330 から200の方が短く、全長は A340 から200が59.40メートルで、A330 から200が58.82メートルである。また、 A330 から200では垂直尾翼の高さが拡大されている点も異なる。A340 の第二世代では主翼や尾翼が拡大されて胴体長も延長しており、第一世代よりは A330 との共通点は少なくなった。エアバスは4発機の A340 を長距離路線向け、双発機の A330 を単中距離路線向けと位置づけていた。 実際、A340 から200と A340 から300の最初の就航路線は、ドイツやフランスと米国を結ぶ大戦洋横断路線であり、A330 が最初に就航したのは、フランスの国内線であった。その後、航続距離延長型の A330 から200が開発されたほか、イタップスによる A330 の運航可能範囲が、 段階的に拡大されており、A330 も長距離路線に就航するようになっている。A340 と A330 は共に引き渡し開始後も最大離陸重量を引き上げたオプションが開発されており、段階的に航続力や収容力が向上しているが、2004年時点の資料をもとに標準座席数と 航続距離について比較すると1万 3000km 程度を境に短距離が A330 長距離が A340 となっている A340 シリーズは A340 から200-300-500-600の4形式で構成される第一世代となる A340 から200と A340 から300は1987年に開発が正式に開始され、それぞれ1993年に路線就航を開始した。第二世代の A340 から500と A340 から600は1997年に正式な開発が開始され、A340 から600が2002年。 A340 から500が2003年に初、就航した。A340 には貨物型は存在しないが、ビジネス機仕様が全形式に用意されている。A340 のエンジンは、第1世代が CFME 社の CFM56 から5シリーズ、第2世代が RR 社のトレント500シリーズのみであるが、それぞれのエンジンの中に細かい形式があり、 表2の通り装備エンジンに対応して A340 の形式名の下2桁が割り当てられている。カタール航空の A340 から200。A340 から200は A340 から300と同時に開発された A340 の第一世代で1993年にルフトハンザ航空によって路線就航が開始された。 A340 シリーズの中では最も短い胴体を持ち、標準的な座席数は3クラス構成で240から260席程度で、床下貨物室には LD-3 コンテナを26個まで搭載できる。エンジンは CFMe 社の CFM56 から 5C シリーズを装備する。A340 から200の設計当初、 最大離陸重量は253.5トンであったが、すぐに260トンが標準仕様となり、標準航続距離は 13,399km とされた。その後、床下貨物室にアクトを3個搭載して燃料容量を増やし、最大離陸重量を275トンまで引き上げた仕様が作られ、1997年12月19日に初飛行した。 この275トン使用は8000回りの航続距離性能を有し、それにちなんで A340-8000 と呼ばれた。エアバスでは A340-200 の標準使用を A340-8000 使用として長距離路線の開設を検討していた航空会社に売り込みをかけたが受注につながらず、この使用で生産されたのは1機のみであった。 航空会社からの発注は A340 から200よりも収容力の大きい A340 から300に集中し、加えて、航続力、収容力ともに A340 から200を上回る A340 から500-600が開発されると A340 から200の受注は途絶え、合計28機で生産を終えた。 中期中のルフトハンザドイツ航空の A340 から300。2機のボーディングブリッジが左元前方に接続されている。A340 から300は A340 から200と同時に開発が開始され、A340 シリーズの中で最初に機体が完成した形式である。1993年、エールフランスによって初就航した。 A340 から300は A340 台1世代の中では長胴型と位置付けられ、総発の姉妹機である A330 から300と同じ胴体長を持つ。標準座席数は3クラス構成で295席、床下貨物室に搭載できる LD-3 コンテナの数は32個である。エンジンは A340 から200と同じく、 CFM56 から 5C シリーズを装備する。標準仕様の最大離陸重量については A340 から200と同様、当初は253.5トンで後に260トンに増やされた。A340 から300では表3のように最大離陸重量と標準航続距離を拡大したオプションも開発され、275トン仕様では 床下貨物室へアクトを1個装備して燃料容量が増やされた。さらに後に最大離陸重量を276.5トンに引き上げるとともにエンジンを CFM56 から 5C4P に置き換えた A340 から300増強型が開発された。A340 から300増強型でもアクトが用意されたが、 離陸重量の増加分を搭載燃料の増加ではなく貨物搭載量や客席数の増加に割り当てることも可能とされた。A340 から500マイナス600が開発された後も A340 から300増強型の販売が続けられたが次第に受注がなくなり2008年9月17日に初飛行した機体を最後に計218機で生産を終えた。 シンガポール航空の A340 から500。同社は A340 から500を用いてシンガポールとニューヨークを結ぶ世界最長の直行路線を開設した。A340 から500は A340 の第2世代として A340 から600と同時に開発が決定され A340 シリーズで最長の航続力を持つ長距離型である。 2003年にエミレーツ航空によって初就航した。胴体長は A340 から300との比較で3.2メートル延長されたほか、主翼や尾翼が大型化された。標準的な客席数は3クラス構成で313席となり、前方と後方の床下貨物室に搭載できる LD-3 コンテナの数は計30個である。 装備するエンジンは RR 社のトレント500シリーズである。主翼の大型化による主翼内の燃料タンク容量の拡大に加え、胴体内にもタンクが増設されたことで、機体全体での燃料容量は A340 から300の約1.5倍に増加した。一方で追加燃料タンクアクトの設定はなくなった。最大離陸重量は標準仕様が 当初の368トンから372トンに拡大された。さらにオプションで380トン仕様が用意され、最終的には380トン仕様が標準型となった。標準航続距離は当初は 16,020km で380トン仕様の搭乗で 16,668km に伸びた。A340 から500は 777から 200LR が登場するまで世界最長の航続距離性能を持つ航空機であった。長時間飛行を売りにしている A340 から500ではできるだけ緊急着陸を回避できるように対策が施された。医療センターと直接やり取りできる医療設備が搭載され、除裁動機の使用訓練を受けた乗員が乗務するようにされた。 また、貨物室に監視カメラが備えられ、火災放置機の作動時に誤作動なのか実際に火災が発生しているかを確認できるようになっている。その他、世界最長路線で運行されたシンガポール航空の A340 から500では、着陸可能な飛行場が限られるルートを飛行することから、飛行中に乗客が死亡するという一万日の事態に備えて、 遺体をを安置する専用区画を備えていた。通常、飛行中に乗客が死亡した場合、横一列の座席を用いて、遺体の尊厳を保つ、要安置することになるが、この専用区画は、適切な座席スペースを確保できない場合に備えた、設備であった。A340 から500の引き渡しは2004年から2012年まで、行われた。エアバスが期待したほどには、 需要がなく、総販売数は34機であった。このうち5機は、コーポレート、エグゼクティブ仕様で生産された。A340 から600の、ローンチカスタマーであるバージンアトランティック航空 A340 シリーズで最長の胴体を持ち、2011年に、初飛行した747から8が、登場するまでは、世界で、最も全長の大きい旅客機だった。 2002年にバージニアトランティック航空により路線就航が開始された。標準的な客席数は2クラス構成で419席、3クラス構成で380席である。前後の床下貨物室に搭載できる LD-3 コンテナの数は42個である。エンジンは A340 から500と同じく RR 社のトレント500シリーズを装備する。 第二世代の中で初めに開発され、A340 から500と同じ主翼、尾翼を持つ。A340 から500と同じ主翼を用いるため、燃料タンク容量が増加したが、胴体内のタンクは、A340 から500よりも小さく、機体全体での燃料容量は、A340 から500より約1割少ない。また、A340 から500と同じく、 追加タンクアクトの設定もなくなった。最大離陸重量は標準仕様が当初の365トンから368トンに引き上げられた。さらに A340 から500と同様に380トンのオプションが設定され、これが最終的に標準型とされた。離陸重量の増加に合わせ、表4のように標準の航続距離も拡大された。 A340 から600の引き渡しは2002年から2010年まで行われた。A340 から600もエアバスが期待したほどには市場に受け入れられず、総生産数は97機であった。このうちビジネス機仕様で生産されたものが2機あった。南アフリカ航空の A340 から300。フランス空軍が運用していた A340。 A340 は747ほどの収容力を必要としない長距離路線を中心に就航した。特に2004年にシンガポール航空が A340 から500を使用して開設したシンガポールニューヨーク線は世界最長の直行便となったが、後に同社が A380 と A350XWB を追加発注した際に、 同社の A340 から500すべてをエアバスが引き取ることとなったため、道路線は2013年11月に休止された。2018年7月の統計によると、民間航空会社30社で合わせて159機の A340 が運用されている。全体の約3分の2に当たる103機が欧州の航空会社により運用されている。残りは、 アフリカで27機、中東で16機、アジアオセアニアで11機、南米の航空会社で5機運用されており、北米の航空会社による運航はない。北米地域では、エアカナダが A340 から300と A340 から500を運航していたが、2009年までに手放している。米国のノースウェスト航空による発注があったものの、キャンセルされ、 その後も生産終了まで A340 を導入する航空会社はなかった。2018年7月現在 A340 の運用数が最大の航空会社はルフトハンザ航空グループである。グループ会社のルフトハンザシティラインを含めて32機を運用している。5機以上を運用している航空会社は欧州ではイベリア航空、スカンジナビア航空、 バージン、アトランティック航空、スイスインターナショナルエアラインズ、TAP ポルトガル航空が挙げられる。アフリカでは、南アフリカ航空、モーリシャス航空、アジアオセアニアでは、エアタヒチヌイ、中東では、マーハーン航空である。A340 の運用機数と運用者数の変遷。A340 の運航機数は、納入開始の1993年から増加を。 続けたが、2000年代の後半をピークに減少に、転じている。特に A340 から200は2021年9月現在、ベネズエラのコンビアサ航空が一機のみ運用中である。2000年代後半に、A340 の運用数が上位だった、航空会社のうち、欧州のエールフランスや中東のエミレーツ航空、アジアのキャセイパシフィック航空では、退役が進んでおり、 2018年の時点でエールフランスが3機を残すだけで後者2社では運用がなくなった。日本の航空会社に関しては1990年に全日本空輸が5機の A340 を発注したものの最終的にキャンセルされその後も生産終了まで日本の航空会社による導入はなかった。このか A340 は用事輸送機や 民間の VIP 機運航会社などでも採用された。政府の用心輸送機として、フランスやドイツ、トルコ、サウジアラビア、イランなどで用いられている。A340 は、総計377機が生産、納入された。2019年3月現在までに、A340 に関して、以下の6件の機体損失事故が発生しているが、死者を伴う事故は起きていない。 火災により、全損したエールフランス機 A340 各タイプの側面図。上から A340 から200、A340 から300、A340 から500、A340 から600。ありがとうございます。